明らかな不用品を捨てず持ち続けるのは借金も同然。物による負債はお金と違って目に見えないけど、刀所有で床面積分の家賃、メンテにかける体力と時間、行動力を生む身軽さという金より大事な無形資産をバケツの穴から漏らし続けてる。債務整理はお早めに、所有の利息を手放そうね。渋です。今日はですね、もう明らかな不用品やゴミを捨てないのは、まあ、借金を放置するのと同じという話をしたいと思います。まあ皆さんできるだけね、借金ってしたくないじゃないですか。できることなら。まあ日本って結構まあ借金してる人が多い。それはまあ奨学金だったりとかで、あとね、あの消費者金融、アイフルとかアコムとか、消費者金融に限っても10人に1人が意外とね、借金してたりとか、で、しかもその、借りてる理由がね、意外とその、学校に通うためとかじゃなくて、日々の生活費が足りなくて、で消費者金融にお金を借りて、で、金利 18% 払ってるみたいな人がね、まあ、あのこのご時世に結構10人に1人いるって話ですから、結構いらっしゃるんですよね。っていう話を聞いた時に僕思い出すのは、まあ皆さんやっぱ借金放置するのは嫌だから早めに返すと思うんですけど、そう、あの、不要なものを持ちすぎるのもいわば借金みたいなもんなんですよね。そう、借金の利息と同じでですね、まあ物もですね、あの、片付けられるんだったら早起きに片付けた方がいいわけですよ。まあね、世の中結構ゴミ屋敷、僕の実家もそうなんですけども、結局ね、捨てれるうちに捨てないから、どんどんゴミが溜まっていって面倒くさくなっちゃう。まあ捨てるのがですよ、それこそ不要品が1個や2個3個だったら少ないからパッと捨てられるじゃないですか。でもそれがまあ4個5個6個もう100個1000個とか、どんどんゴミって溜まれば溜まるほど山になって、もうね、捨てることが面倒くさくなってしまうんですよ。結局ね、後回しにしたって、どんどんそのね、持ちすぎのね、あの利息が膨らんでもうとんでもない手をつけられないゴミ屋敷になってしまうと。だから僕はまあね、片付けられるんだったら早めに後回しにね、しない方がいい。借金と同じで、もうね、後回しにせず、払えるうちにどんどん払う、捨てれるうちに捨てれる方がいいよという話なんですよね。まあ僕の動画や本ではですね、その所有はコストだという話はよくしてます。まあ極端な話、その、物をね、家に置いておけば、この床面積分の家賃がかかると。我が家だったら、まあ家賃3万5千に対して19平米あるので、1平米あたりが、まあ1750円とか、かかるんですけども、そう、不用品に置けばそれだけ、あの、家賃分のスペースが取られてるから、実質ね、物を保管するためにそんだけお金を払ってる。本当だったら、その不用品を捨てれば、もっとね、まあ理論上はコンパクトな家に住めるわけじゃないですか。そしたら家賃も置くしっていうところで、まあよく所有はコストだという話をしてるんですけども、この動画で伝えたいのは、その床面積以上に、その所有はコストだっていうのはお金だけじゃないよっていう話なんですよ。じゃあお金以外に何が奪われるかって言ったら、具体的にはそのメンテナンス、物の管理に必要な体力と時間、それと行動力を生む身軽さですね。この3つが主に奪われるかなと思ってるので、一つずつ解説します。まあ、まず一つ目はですね、物のメンテナンスにかかる体力ですね。まあ、これは言わずもがなですけど、物って基本的に買ったら終わりではないですよね。じゃあ例えばアニメのフィギュア買ったとして、じゃあ買って、置いて終わりじゃないですよね。置いたら、もちろん床面積もかかるし、あの、それ以上にホコリとか被って掃除する必要が出てきますよね。定期的なメンテナンスが必要なわけですよ。まあ、他にもですよ。まあ、例えば我が家洗濯機がありますけど、あれ買ってずっとね、電源オンで洗濯機ずっと回してくれるだけじゃなくて、あれ定期的にね、メンテナンスが必要なんですよ。1ヶ月に1回ね、その排水フィルターとかを掃除してあげないと洗濯機が使えないっていう。というわけで、物って、あの、買ったら終わりじゃなくて、買ったらそれを使い続けるためにメンテナンスが必要になってくるわけですよ。ってなったら、それのためにもちろんね、自分はその、手足動かさないといけないから、まあ、体力も奪われると。まあ、日々ね、毎日仕事したり、趣味の時間に、あの、家族との時間を過ごしたりとかって、やることがいっぱいあって、まあ、どれをやるにも自分のエネルギーが必要になってくるわけですよね。で、もちろんそのエネルギーも借りられてるわけで、それをね、やっぱり物の管理に当てるのはできるだけね、最小限にした方がいいよねと。特にこのね、物の維持には、その体力、メンテナンスにかかる体力がかかるとお話をするときに、僕ね、あの、カバンの話を思い出すんですよね。実はですね、人って背負う荷物が重くなればなるほど、意志力と体力が奪われて、お金の無駄遣いとか無駄食いが増えるっていう研究があるんですよね。まあもうこれは想像にたやすいと思うんですけど、まあ単純に重い荷物背負って歩いたら疲れるじゃないですか。まあ例えば旅行の時とかってすごい疲れません?まあなんか1週間分の荷物とかキャリーバッグ背負って歩いてる時ってなんかめちゃくちゃ疲れますよね。
単純に県外から出て見知らぬ地、慣れない環境に移動するだけでも疲れるのに、まあ、普段よりね、重い荷物、服だったり日用品を持ち歩いて、すごい重いカバンを持ち歩くってすごい体力使いませんか？で、結局旅行が終わった後、ホテルとか部屋ですっごいね、疲れて爆睡するみたいな。だから僕自身ですね、普段そのカバンを持ち歩かずにできるだけ手ぶらで歩くように気をつけてるのは、そう、荷物が重くなればなるほど体力が奪われて、まあ無駄遣いとかが増えるから、できるだけ無駄な荷物を持たないようにしてると。要はですね、不要品を持ち続けると、それにね、メンテナンスで体力が奪われ続けて、で、普段の行動に無駄が出たり、無駄なお金の使い方をして、体力が奪われて正常な判断ができないから、まあ物はできるだけ減らした方がいいと。続いてはメンテナンスにかける時間ですね。まあこれも体力と同じですけど、基本的に物があればメンテナンスするために時間が必要です。だからもう単純に僕が物を減らしている理由でもあるんですけど、できるだけね、趣味の時間だったりプライベートの時間を充実させたいから不要品をできるだけ捨てて、でね、物の掃除とかね、メンテナンスに時間をかけなくてもいいようにしているのが僕ですね。続きましては行動力を生む身軽さ。これ何かっていうと、まあ僕なんかですね、つい最近も引っ越しをしたんですけども、タクシー1台で引っ越したわけですよ。もう当日の朝に家にある荷物を全部カバンに入れて、でお昼にタクシーの人にすいません、ちょっと引っ越しで使わせてもらえませんかって電話して、で、まあ片道1980円くらいで引っ越したんですけども、つい最近。そう、僕極端な話、荷物が全部、そのタクシーの後ろの荷台だけに全部収まるんですよ、所有品が。だからですね、僕結構頻繁に、引っ越ししてます。まあ僕一人暮らしを始めて今4年経つんですけど、僕この4年間でちょうど4回引っ越してるんですよ。まあね、それは単純に僕定期的に環境を変えたいっていうのもあるんですけど、そう、荷物が少ないから、もうここ飽きたなとか、もっとね、新しい場所に行ってチャレンジしたいなと思った時に、パッと引っ越せるんですよ。物が少ないから。物が少なくて身軽な分行動力が上がる。引っ越しとかもパンパンできるし、まあそれこそですね、僕生活費が月に7万円あればポコ足りるので、で、その浮いた分のお金を使って、まあ旅行に行ったりとか、そういったチャレンジもできるわけですね。まあやっぱりそれだけ物が少ないと人の行動力が上がる。身軽さが行動力を生むという点で、物を減らしておくと、行動力が上がって普段自分ができないようなことにもチャレンジできるようになります。以上がですね、まあ所有のコストかなと。不要品を持ちすぎると失われるもの、まあ床面積分の家賃と、でメンテナンスにかける時間と体力で、行動力の身軽さ、物を持ったり買うって純粋にその現金お金が減るだけではなくて、自分の貴重な時間やエネルギーとか身軽さを失ってるんだよと。しかもこれらってお金じゃ買えないんですよ。まあ、極端な話、じゃあ1億円払って人の寿命が、じゃあ200歳まで伸びるかって言われたらそんなことはないですよね。まあ、間接的にお金を払うことで、その時間のショートカットはできる。まあ、例えばね、歩くのをやめてタクシー代払えば、もちろん移動時間とか短縮できるとか、その時間の効率化っていう点でお金は使えますけど、間接的に時間とか体力、行動力は買えませんよね。だからこそ僕はですね、その物による負債をできるだけ減らした方がいいと思ってます。極端な話、借金を減らすよりも大事なことかもしれないです。リアルな借金だったら、その借りた分の金利だけを返せばいいわけですよ、現金で。だけども、持ちすぎによる利息って、もう日々、今こう不要品を持ってるこの瞬間も、さっき言った通り、体力とか時間とか身軽さが失われてるわけですよ。これって、お金では回収できません。だからこそ、持ちすぎによる利息はですね、早めにもう払って債務整理してしまった方がいい。もうね、掃除できるんだったら、片付けできるんだったら、今のうちにね、もう明らかな不要品はしてしまった方が、長い目で見てね、人生豊かに身軽に生活できるよというお話でした。まあ、最後にですね、僕自身のちょっと経験も話しておきたいと思うんですけど、僕自身物を減らして、それこそね、まあ家で片付けとか掃除をする時間もほとんどなくなりました。もう物が少ないから純粋に片付けなくていいんですよね。で、その分は、まあ友達と過ごしたり、仕事に当てたりとか、趣味の時間にやったりとか、とにかく物を減らすことで、日々のね、生活にかけるコストが、時間とか体力がなくなって、とにかくそう、無駄な動きが減って、かなり生活に余白が生まれて、僕自身ね、まあやりたいことができるようになったので、皆さんもね、物を減らすときは、そのお金以外の、コスト、時間や体力、身軽さも確保するために物を減らそうという意識で減らしていけば、物を減らすモチベーションにつながるんじゃないかと思います。この動画が良ければ高評価よろしくお願いします。
それとこのミニマリスト渋のチャンネルではですね、物が捨てられなくて困っているという人に向けた解説動画だったり、ミニマリストに向けたこういう商品があるよとか、こういうサービスがあるよとか、身軽にスッキリ暮らせるようなノウハウを紹介しているので、よければチャンネル登録もお待ちしてます。それでは。